皆さんおはようございます。パスロ非常盆の葉月えりかです。いきなりなんですけれども、なんとこの番組名が変更になりました。皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、いろんなね事情がありまして、私の口からは何も申し上げられませんけれども、で本来ならば、読者の皆さん、視聴者の皆さんと一緒に、パチンコパチスローを打つという番組だったんですけれども、収録も私一人になってしまいました。新番組になったということで、一応テーマはあるんですよね。あります。はい、あるということなので、早速そちらを見ていきましょう。じゃん。番組を盛り上げろ。超アバウト。番組を盛り上げろ。これなんか弾いたりとかすればいいのかな、わかんないけど、とにかく、楽しかったなって思える番組になればいいってことかな。で、新番組になったっていうことなんで、前回のなんか最後に言われたこととかはないってことでいいのかな。ダメでしょ。ダメ？ダメでしょ。なんか僕って楽しみに来てんの。罰ゲームをしに来たんだ。だって変わったじゃん番組。やりますよ。やるのか。やります。これ先に言っちゃうとみんながスキップして、そこまで飛んだよかって、それを見たいがために、見た人いるかな。わかんないですけど、前回までやっていた企画の罰ゲームはあるということなので、皆さんどこでそれが出てくるのかお楽しみに。というわけで、早速実践の方に行ってまいります。おはようございます。さてと、今日は番組を盛り上げるってことなんで、打ちたいの打ちます。桜大戦。これね、大好きだから打つっていう理由で選びます。はい、それでは、パシロ桜大戦厚吉しおに久しぶりに打ちます。で、過去2回に来た時にパシロ偽物語、スロット魔法少女マドカマギカ2と打ったんで、ちょっとね、違う台にしようと。ただ当たるまでにちょっと時間がかかります。当たりがまあまあ重いので、レア役でここの信頼度をアップさせていくっていう感じなんですけど、今これがここを獲得するチャンス、大量獲得するチャンス、ターゲットタイムですね。で、何で言ったかというと弱チャンス目かな。ハズレを引いたらこの風船がなくなっちゃう。これがゼロになったら終わりで、ハズレ以外 CB とかベルコボシとかでもいいので、ハズレ以外をとにかく引けばこの風船が減らないと。で、弱チャンス目で一旦でチャンス目紫なので該当する色が、そこが増えていくと。チャンスゾーンではないんですけど、チャンスゾーンのチャンスゾーンぐらいかな。レア役引くと黒い風船が1個以上もらえる。さらに %ももらえると。お、これは強チェリー、強チェリーやったんで5個もらった。あ、これで終わりか。今ので 41% 稼ぎましたと。で、ここのパーセンテージ設定変更で再抽選されて、いくつか溜まってることがあるんですよね。で、据え置きなら前日分がそのまま隠れてる状態になるので、前日のパーセンテージを知ってれば据え置きかどうかが見抜ける可能性があると。まずはね、ここ 100% を目指すのがこの台は大事なので、
たまらないと何も始まらない。あ、弱チャンス目引いた。弱チャンス目今秋で対応で早くなんて、しかも大神さんが出てるってことは、これはハートフルタイムに可能性高いよ。はい、アドベンチャータイム。アドベンチャータイムが一番ハートフルタイムの中で弱いんですよ。3択で、ベルを当てなきゃいけない。当たり1枚の払い出しのベルか9枚の払い出しのベル。ベルを引いたときは必ずさっきみたいに選択肢が出るので、あ、ベル引いたなっていうのは分かります。これでおお当たりで、今ハートが、ね、上に出てるんですけど、この時当てるとたくさんもらえる可能性が高い。よし当たった。基本5なんですけど10もらいましたね。これで終わり。今回は25、青と緑の3パーずつまで早く引けたんでね、もらえましたと。で、今このエース出たんですけど、85あってこのエースが出て、これで 100% になるんですね。これ前日もしくは設定変更で隠れてた分が出てきてもらえて100になると。で、100になった10ゲーム、これでチャンスゾーンもしくは ART に当たってるかどうかを告知します。第2幕、第3幕、第4幕、最終章、最終章までいけば ART 確定。開いちゃうか。あー、でもこの演出は、まあ、チャンスゾーンあるでしょうっていう演出ですね。ゴーライゴー、はい、でゴーライゴーチャレンジ、チャンスゾーンで言うと、真ん中の期待度 66% あります。はい、2500あるのでこれを減らすと。ただこの動力がなくなると終わってしまうので、動力なくさないようになるべくいっぱい毎回毎回ね、目的地まで近づけていくっていうものなんですけど、まあ何かの役が引ければ結構距離が縮まります。で、補給まで250、補給はこの動力を補給するっていうことなので、ここを早めになくして動力を増やしつつ目的地まで近づけると。で、3択ベルは当てる。よしよしよし、これで今補給まで来ましたので、補給動力が3プラスになる。やっぱレア役を引くと早く進むので、何回引きたいんだけどな、まあ、外れでもね結構がっつり減ることも、あ、外れた、あるんですけど、あ、レア役引いた。おい、150。あー、やばいやばい、これはやばい。次で100引かないと終わっちゃう。ああ、ベル当てればね、まだもうちょっと続けられたんだけど、残念。またここを100にするのを目指さなきゃいけない。 66% だからね。あ、これ熱いやつだ。ベンチャータイム、これ何で出てきたかっていうと、多分、さっきチャンス目かな、弱チャンス目だったかな、引いて、ハートフルタイムがいくつか出てくることがあるので、それですね。あ、まだあった、3つ目出てきた。これで設定差あるので、設定が高設定であるほど、弱レア役からだったかな、弱レア役からハートフルタイムが数、まあ、複数個出てきやすいっていう特徴はありますけど、あ、でもこれあれか、青でいってるから、途中で引いてたチャンスリプレイでいってますね。やはり1で開いちゃうか。これ一番弱いです。背景がかかったら
あったんだけど、これ外れ、チャンスゾーンにも当たってないと。結構一生懸命貯めたのに、割とサクッと当たらないとサクッとね終わってしまうんですよ、あの演出。これで3回目の 100%。 開かないでよ、開かないでよ。まだだよ。あー、訓戒怖い。あ、よかった。生きてチャレンジ、これがチャンスゾーンですね。何、おー、一番熱いの来た。 80% 超えですよ、これ。いやー、これ外せないな。期待度 83% で、マイゲーム、ここが溜まってくるので、成功期待度が100に近ければ近いほど ART に突入するんですけど、わあ、一個何も引けない。これで告知をするんですけど、60%。ああ、よかった。これ外すとすっごいショックだから。 ART、わー、よかった。で、今、青のところが100になってチャンスゾーンを経由して ART に入ったので、ここに風がついてます。で、これが ART の性能ですね。で、ちっちゃくここに書いてあるんですけど、降格移行率アップ、まあ、いっぱいついてれば、複数点灯あるので、いっぱいついてればついてるほど ART が継続しやすくなると。ちょっとかかっちゃったけど、まあまあ、曲はそのままか。これね、 BGM が変化してたら1セット目継続確定なんですけど、ナビも桜を選んでる。桜以外だったら熱かったんですけど、1戦目勝てる気がしないな、これ。で、必ず必殺技覚醒にセット目入ります。で、何かっていうと、ベルを引くと必殺技が発動されるんですけど、ベルを引かない。ちなみに5ゲーム、超必殺技覚醒なら10ゲーム。いた。こうやって必殺技を発動して、ここにいるで、まあ、雑魚敵ですね、バキジっていうのを倒してくれるんですけども、終わっちゃった。100しか倒せなかった。で、ART はここが0なるか、もしくはゲーム数がなくなると、敵将という、まあ、ボスと戦うことになるんですけど、これがね、なかなかね、1戦目突破できないとね、きついんですよ。ベルを引けば、このアキジという雑魚敵をどんどん倒していくんですが、まあ、見ても、ね、50とかずつなんで、なかなか難しい。今これ降格ですね。降格は何がいいかっていうと、ベルを引いた時に必殺技が出やすい。引いた引いた。で、こうやって必殺技が出やすいと。で、今ゲーム数がゼロになったので、敵将バトル、で、1戦目だけはもう勝つか負けるかなんですよ。まあ勝たないよね、全然勝つ要素が1個もなかったもん。で、終わりと。仕方ない。次の当たりを目指します。全然行かせなかった。73、あ、出てきた。これ多分赤です。一発で決まんないかな。さくら、よし、ここはやだよ。うわ、
ーやだって言ったのに仮想迎撃が一番チャンス度としては弱い。あ、ここでレイク引くの嘘でしょ。ここで引いてもダメだよね多分。これレイク引くと多分強チェリーだったんで勝ってたと思うんだよな。次は早いよ。引くとこれが出ちゃう。うわー、もうさっきの強チェリー返して。当たった。あーやだ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 。あーセーフ。あーセーフ。これ RT だからベル引かないでお願い。このまま RT 落ちるな。あー落ちた。セーフ。あーよかったよかった。376ゲーム当たった。さっきの強チェリーをあそこで引いたときは本当バカなんじゃないのって思ったけど。で、今回は赤ですね。なので火は必殺技発生率がアップします。高確率に行った時の必殺技の発生率がもともと上がるのにさらに2分の1になるんだっけな。ベル引いた時の2分の1で必殺技が出ると。全然ベル引かない。おーい、よし来た。チャンスアップも出ないし、あーもうさっきよりは枚数取れたけど。ベルでしたね。超ギリギリじゃん。で、電撃破した場合は、サタンの場合は負けか勝ちしかなくて、これでバトルに行った場合は必ず勝ちます。これで勝ちでゲーム数をもらえると。でね、1セット目の後がデートタイムっていう、まあ、ワノセット画像ですね。ゲーム数の行きやすいんですけど、多分必殺技とか出てなかったし、まあ、無理やり勝った感があるんで行かないと思うんだよね。このレバーで分かります。はい、行かないデートに行きたいんだよ。あ、よかった、撃定流れた。撃定流れた、よかった。撃定は負けません。これね、逃亡です。敵将が逃亡しました。でこの場合も一応ゲーム数もらえるんですけど、まあ、20とか多くても30とかなんで。そうなるとベルを引かない。なんで、あとちょっとじゃん。BGM が変化してたらね、余裕だったんだけど。チャンスアップ出ないか。文字攻めて赤。あー白。あーやられたよこれ。復活。おっ、ラッキー。で今
40もらって残り48を引き継いだままなんで、次のベルぐらいで倒せるはず。これで今で40、敵将倒せる方がねゲーム数がもらえると。うわー激アツきた。劇がね、劇帝国家劇団の劇なんですよ、これ実は普通の劇と違う。トーチェリースタパネル消えた、来た、低劇チャンス。この残り10ゲームで出てる時にね、7が揃えばいいなんだけど、来た来た。でも意外とね、これ緑でも揃うんですよね。出ることが大事。青でも割と揃う。よし、ラストラスト。あー40ゲーム、まあ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 です。でもゲーム数があるとこの ART 割と伸びるんですよ。3桁あったらまあまあ出ますよ。意外と突破ゾーンに入れるの難しいからね。ああよかった、残り6ゲーム。はい勝利。ああ30か、ここ40欲しかったな。今日チャンス目、一応書き換え抽選してるけど、まあめったにないです。サップゼロ。うわ負けた。ボタンは出ない。822枚、まあ頑張った方かな。1戦目継続しないだろうと思ったところからだったんで、まあ、まあまあやった方だと思います。ではちょっと店内を見てみようと思います。我が身は1台良さそう。割と設定に素直に出る台なんでね、もしかしたら入ってんのかな。あ、ゴーゴージャグラーも1台箱使ってる。まあ今日立ち上がりが結構ゆっくりだったんで、まだそんなに目立ってる台はなさそうかなって感じですかね。今日マグカシリーズはいまいちなのかな。もしかしたら前回強かったのもあって入ってないのかもしれないですね。とりあえず私はあと一波いければいいなと思うので、まあ、そんなに挙動悪くないんで引き続き打っていこうと思います。なんか持ってきたんだけど、本当につけるの？本当につけるの？当たるまで？5分って約束じゃん。5分、需要は全然ありますから。馬が出るから責任取ってね。いいのこれ。引き続き打っていきますにゃん。何なのにゃんって。早く当たんないかな。これダメ？復活とかないのかな。
けるかな。いきます。聞いたんじゃん。おお、おお、これで終わり？終わり。OK？ OK だそうです。よかった。これつけたら当たらなくなったんですけど、許して勘弁してお願い。もうもう無理、大体よ。心はもう折れてる。天井なので、なかなか見れない最終章。これ次回予告見たくなかったけどな。もう撮っていいよね。これで絶対呪いだよ。呪いのカチューシャもういらない。これで、ダメでしょうね。終わりです。はい、それでは、時間になってしまいましたので、何とも取り返すこともできずに終了になります。結果は後ほど。お疲れ様でした。次戦終了です。お疲れ様でした。というわけでですね、最初から最後まで見ていただいた方は、あのね、あの呪いの何あれ、呪いの耳をつけた途端におかしなことが起きまして、結果から申し上げますと、投資が1890枚、回収119枚というわけで、天井単発でした。なんだよ天井単発って。あれも絶対あの呪いの耳のせいだからね。いやもう久しぶりに辛いなと思った。まあ桜大戦そういう機種だから、まあ徐々にね後半伸びてきたりとかするしと思ってたのに、ところがどっこいですよ。もう猫耳つけた瞬間天井まっしぐら、まさに猫まっしぐらだね。うまい、うまいこと言った。はい、というわけで、次回が、こちらで最後の収録になるのなるということなので、まあ、次回はねさすがに勝って終わりたいと思いますので、まあ、今回散々な結果にはなりましたけれども、まあ、懲りずに見ていただけると嬉しいです。
というわけで今回はこれで終了です。ありがとうございました。さよなら。